どうも、エルザレットです。それでは、イーストワードやっていきたいと思います。まあ、今回は、ダム城の攻略というか、お手伝いだね。旧市街に行くらしいんで、ちょっとそのあたりのお手伝いやっていこうかなと思います。あとは、弾薬も増えたんでね。ガンガン撃っていこう。おー、いいね。もう空に閉じる前に。曲いいな。まあ、全然違うね、雰囲気がね。ちょっとなんかロックマンっぽい。ロックマンっぽいなぁ。あ、嫌いじゃない。上、先上だな。うん。間違えた。こっちが？ぷっぷー。警告、警告。この先は立ち入り禁止区域です。直ちに離れてください。ああ。ここ後で来るんだな。ああ、でも機械に疎い人たちってなってくると、今のはもう恐怖でしかないよね。と、キノコ、キノコ、キノコ。こいつ、ある意味、お金いっぱいくれるやつなんじゃないかな。これさ、はあ、お金ボックスだ、あの子。なるほど。めっちゃお金くれたもんな。ああ、ちょっと待った。サンちゃんは戦闘。できねえから オービット。おい、よくもやってくれたな。すげえ、今のキャラクター。あれはむずいわ。いやー、でもなんかこの武器あれだなー。ね、なんか悲しくなるね、使ってるとね。切ないなー。これこうでしょ。ハートだね。あー、やっぱ中ボス戦ですか。お、マジか。牛じゃん。牛 ちょっと待って。増えたぞー。攻撃方法よな。いてー、これさ、ちゃ、返せるわけではない。やば。やばい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 やば
やばいやばい、強い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 。この野郎強くね？え、今までのなんかチュートリアル的な感じだったの？
これはちょっと火力上げんってやばいね。はあ、強っ。いや、舐めてたわ。むちゃくちゃ強えじゃん。そしたら、フィッシュサンド食いづれーなー。あ、しかも回復しなくてよかった。いや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 、強かった。よし、上限アップ。あと9か、だいぶ増えたね。あれ、牛さんちゃんで止めるのありだったかもしれんね。いっ、いて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 、その動かれるのは聞いてねえな。これ合ってんのかな。やば、キモっ。いや、これ結局フライパンだ。フライパンで殴るのが早え。うん、フライパンだ。このゲームフライパンだ結局。効果なし。はい、置いて。入れるわけではない。湖ってここのことかな、もしかして。なんかそんな感じするよね。うーん、あ、そうだね、とりあえず下か。いけないか。まあ、お宝はあるからよしとして。一つ手前下に降りるといいのかな？大根だ。デーコン、デーコンゲット。ここ降りると、多分解放してないところ？合流地点っぽいけどね。あ、洞窟ある。繋がったね。よし。でこっち。ちょっと待って、多すぎ多すぎ。あ、もう出なくなるんだ。あー、なるほど。これフライパン強化欲しいね。いいっていていていて。うわー、そういうわけじゃないんだ。ああ、戻っちゃった。よし、じゃあ、行くか。よし。ナイスシュートやった。じゃあこっちだね。これいきなり敵出てくると困るからな。ほい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 。まあ、いけるわけではないか。まず下。
いや、むずいな。今のはむずいな。特にお宝はないね。これが上、あ、右休憩がある。これは右でしょ。あー、いいね。ちょっと下の方行きたいね、あれね。とりあえず休憩して、で、そうだな、料理しとくか。意外とね、敵が強くなってきてるから、結構大変。あー、そっか、パンがねえのか。きのこ、じゃがいも、未発見レシピ、で、胡椒。多分胡椒とかするとプラス効果なんじゃないかな。てってて、あー、横にそれんとやっぱダメか。ポークチョップ、あ、うまそう。6だっていいね。肉はやっぱ正義ですね。外の世界で私に会ったら記憶を残しておくといい。その先に何が待ち受けているか知る由もないのだから。よし、行こう。じゃあここ端っこだね。下がどこつながるかだよね。綺麗に水浮くんだね。凍ってるな。あ、これもしかしてあれかな、湖の真ん中に行けるってやつかな。これも気になるしね、何なのかね。お、お、なんかそれっぽい場所。はてなはてなはてな、やば。まあ危ない感じだよな。わあ、しかもこれいけないやつか、まだだ。さあ、戻ってきたよ。行こう行こう。これ左開けんのね。ん？なんだあれ。え、いきなりですか。いきなりですか。いで。おい、撃ち落としてやる、お前。あ、ほら来い、撃ち落としてやるから。いや、意外とフライパンだな。あ、お尻痛そうだな。マング、よくやったぞ、見事だ。あ、こいつのこと言ってたんだ。姫様が見込んだだけのことはあるぜ。あとの仕事は俺たちに任せてくれ。何ぼーっと突っ立ってんだ、働け、仕事だ。ここまで来れたんだったらって思うけどね。いいか、今日中に開通させるんだ。動いてねえ手があったらトンカチでぶったたくからだ。やべえな。でもさ、すんごいボンバーヘッドで人、腕ムッキムキなんだよね。それからあんたら旧市街へ行くなら階段を上がって左だ。ははは、姫様が何考えてるのかわからんが、あそこには肉を切り裂くモンスターしかいないぜ。えひん、私たちモンスターはお手の物だよ。だとしても気を抜いちゃいけねえぞ。ここであんたらを待ってる。
戻ってくる頃にはピカピカの線路が引かれてるはずだ。あ、繋がってこんな感じか。お宝はありませんか？ないですか？それにしても今回お金たまんないなぁ。いまいましい線路だ。全部変えるしかない。まあそうだよね。セーブしとくか。聞いたことがあるだろうか。テレビの砂嵐の向こうには別の世界が見えるとか。それはペルスナ4ですね。それはペルスナ4ですね。あれ？お兄さん。この階段上がった左行くと旧市街だ。右側には行くなよ。あっちはヒルマン農場だ。あのじいさんはモンスターよりおっかないぞ。農場ね。で、お兄さんはサボってんのかな？よし、行くか。行くなって言われたら行きたくなるよね、右側。いや、でも右側はあれだな、めちゃくちゃ広い感じにはなってるけど。墓地なんだよね。いや、どっちみち行けない感じか。うん、そうだね。行けない感じだね。なるほど。この階層をどうにかしない限りは、って感じか。なんだろうね。バッテリー系が出てるから、なんかそういうカッター系のものが出てくるのかな。もしかしたら。なんかそんな感じだよね。あ、これ右スティックでも変えれるじゃん。あ、いいね。ああ。お前らはしんどかった。ほらほら。よし、こっちだね。お金かな？あ、トークンだ。さあ、これで。そうだね、左からぐるって回る感じかな。いけないもんね。うわー、お前らいんのか。まあね、降りてくるのが分かれば。いてー、マジか。スー、ほい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 。壁やね。壁に押し込んで、もう叩きまくるしかないな。おお。いてー、そういうことあるのか。いてててて、お前。ほら。やば。やば。なんねあいつ。あ。おい。おい。うい、いや、そのイクラみたいなやつ。イクラみたいなやつ。よし、オッケー。やっぱあれ、そうだね。何かしら手に入れないと。厳しいね。うわ、たたりだ。もうパッと見宇宙人だよね、あんなのね。ああ、ちょっとちょっと、3だ、3。エネルギー足りないんだよなぁ。そうだね、この回復方法がちょっと見当たらんのだなぁ。普通に消すのでいいんだろうけど。いてててて。はいはい、これか。
グッ、ゴッドって書いてあるね。パーツ。そうだね。なるべく長いこと滞留させて、って感じか。うわー、なんかボス戦っぽくなる、もしかして。いて。おこっ、いてやべえやべえ、やべえやべえ、これ、もうあれじゃん。そんな頭割れるとかさ、あいつじゃないか、もう、ラスアスの。やばっ。それはやばい。え、ちょっと待って、ライブやば。え、強すぎじゃない？ちょっと。マジか。いやー、そんな強いと思わんかったなぁ。めちゃくちゃいるし。しかも問題なのは、だよねー、やっぱライフが異様に高い。圧迫かー。いや、これはボムでしょ。覚醒させてドン。はい、完璧。これかー、これか。なかなかきついな。あー、一つ手前戻れば池さんのところあったんだね。いやー、やばいなー、強い。おい、ハートも出ないしな。そのうちこうハートがいっぱい出るとかね、アイテムあったらいいよね。よし、これで OK。 弾薬。ちょっと待って、あれ何？いてててててて。あー、なるほどー。置いて。あー、無理か。なるほど。これさ、届いた。なるほど。そういう感じで壊すのか。はあ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 。これは、いいギミックだね。いや、てかマジで、あれだな。足りませんね。エネルギーあればなーと思ったけど、たたりが意外ときつい。鍵使うところあったんだ。さあ、鍵ゲット。急げ急げ。おひつ。俺、
あのゴミ箱の子じゃないんだね。いいぞいいぞ。これ一周、ああなるほど、ここに繋がるのか。で鍵はどこで使うかってなると右側ね。よしよし。あ、順調順調。危ねえ危ねえ。はい、ポチッとな。あー、いってー、サンちゃんが当たったね今ね。おお、引っ張る感じではない。ああ、下か。あと、ああ、助かる、ハート助かる。中ボス戦だね。あの気持ち悪いのじゃないといいな。ああ、お前か。よし、壁だな、壁際だな。あれ、全然来ねえじゃん。いてぃ、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 地味に、地味に痛い、地味に痛い。エナジー飲むか。8発ね。さあさあさあ、その飛び込みが意外といやらしい。おい、あと1体かな。ほら来い。いい爆発でした。いやー、手強くなってきたなー。困るー、それ。手強くなるの困るー。特にはって感じか。下か。これか、培養液。任務完了。きっとこれが、免疫培養液だね。培養器か。ファイルであります。あ、ちょっと待って、まだやりたいことある。ちょっと待った。ごきげんよう、冒険者諸君。こんにちは、ロボットさん。ソニックボーイと呼んでくれ。私はアルバ研究所の研究員第1号。あなたが研究員001なの？すごい、かっこいい。ソニックボーイさん、はじめまして。私、研究員002の3。では、こちらの素敵な男性がジョン研究員だな。ソニックボーイさんは物知りなんだね。はっはっは、舐めてもらっては困るよ。私の情報網をね。まあ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 、ソニックボーイ先輩に報告。頼まれた免疫培養器を見つけたよ。それおじい様が花の水やりに使ってた水鉄砲。おじい様？あ、ほほん、それはだな。ただの水鉄砲だ。とはいえ、使い道はありそうだ。ちょっと見せてくれ。うん、状態悪くない。ここにちょいと燃料入れて、点火装置をつけて、空気弁をつければ、何ができるの？できた。試してみるといい。我ながらすごい武器ができたな。武器なんだ。名前はそう。フレームセプター。あー、重火器だ。マジで？やべえのもらったな。おー、やば、やばい感じの。フレームセプター、かっこいい名前。
善は急げだ。試してみよう。あそこの草を焼いてみるんだ。なるほど、そういうことか。やけどしないように気をつけてな。そうそう、君たちが探してる免疫培養器だけど、私の勘が正しければあっちの建物にあるはずだ。植物が邪魔してるけれど燃やしてしまえばいい。こっちね。おい、オッケー。忘れるところだった。私の大事な用事があるんだ。でも困ったことがあったらいつでも呼んでくれ。音速で駆けつけるよ。何しろ私はソニックボーイだからな。あ、ソニックボーイ手に入んの？やば。どういうこと？あ、弾薬補充してくれるんだ。これがあれか、電池なんだ。さらばだ、お嬢さん。遅えなー、ソニックボーイ。いや、意外と早かった。怖えなー、この銃。とりあえず一回セーブして、怪物、すなわち町をふらつく、あの惨めな存在は、時折ここに顔を出す。そして、哀れみをたたえて、うつろな目で何も言わず私を見つめるのだ。じゃあ、使ってみる？いやー、思ったより強力。わはあ、しかも時間だね。押した時間で弾の残弾が減るね。ああ、いいね。よしよし、じゃあ今回ここまでにしましょうか。まあ次回この重火器使って攻略をしていくって感じかな。でもこれあれだよね、下側に行くだったら、いやでも上か。そうだね。上の方行くんだろうね。ま、楽しみにしましょう。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録、高評価もお願いします。ではでは、また次回です。バイバーイ。